外情を同時ら形見に語りゆく。ペン先一つ五十万マークするよ。上山市出身の歌人斎藤茂吉が。千九百二三年に歌った。マークは。ドイツの通過単位だったマルクのことだ。茂吉は当時ミュンヘンに医学留学していた。第一次大戦に敗れたドイツは。 猛烈なインフレに見舞われていた。一日に何度も物価が上がり国が紙幣をいくら吸っても追いつかない労働者は日給をもらうとすぐ食料品を買いに走った子供が使うペン先もどんどん高騰したのだろう街で聞いた言葉を歌にとどめたかつてのマルクの下落ぶりほど急激ではないが このところの円安の進み具合にも驚く4月29日には外国為替市場で一時1ドル160円台をつけた引きこもごものニュース映像が流れる都内の観光施設では訪日外国人客が数千円する海鮮丼に安いと舌鼓を打つ一方で 日本人客は手が届かず数百円のおにぎりで我慢しているこれが笑い話で済むうちはまだいい円相場の急変を抑えるため政府と日銀も介入の手を打っているようだただ覚えておきたいヒトラーが暗躍を始めたのもマルクが大暴落した頃のドイツだった